私は望みを置いていた。主は耳を傾けて叫びを聞いてくださった。神様、聖なる御名を賛美いたします。今朝もあなたは私たちをご自身の御名によって身元に引き寄せてくださいました。神様、どうか私たちを今あなたを礼拝する者とにふさわしく清くならせ祝福してくださいますようにお願いをいたします。一週間の間あなたが共にあって私たちを支えてくださり、誘惑から守り、あなたの技に励ましてくださったことを感謝いたします。主、どうぞ今日ももう一度私たちを新たに祝福し、御言葉をもって私たちを本当に強めてくださって、どうか新しく立ち上がらせてくださいますようにお願いをいたします。主よ、どうぞ今来ようとしている兄弟姉妹を速やかにお送りくださるように、またとどめられている愛する一人一人の上にどうかあなたの御手が伸ばされますようにお守りくださることをお願いをいたします。主、どうぞこの朝も御言葉を祝福してください。小さなものを取り行き管としてお持ちくださいますように、聖霊がどうぞ私たちに豊かにお望みくださいますように、皆によってお祈りをいたします。アーメン。今朝は6月の第4週でありまして、いつもであれば伝道礼拝っていうことを説教を申し上げるところですけれども、教会歴をこう紐解いておりましたら、まあ、それに従って今メッセージを続けさせていただいておりますけれども、今週は続いてこの使徒言行録の11章からっていうふうにありましたので、まあ、10章に続いてコルネリウスたちにですね、聖霊が望んだという、まあ、驚くべき出来事に続いて、この11章はそのことを弁明するところが続くわけですね。まあ、切り離してしまうよりも続けて、ここから御言葉を学んだ、聞いた方が良いのではないかというそういう思いがありまして、今日ここからメッセージを取り継がせていただこうと願っております。で、後半の部分はアンティオキア教会に与えられたこの、まあ、大いなる祝福と言いましょうか、がそこに述べられていることをご一緒に聞きたいと願っています。で、まず1節から18節にかけて、このペトロがカイサリアという町のコルネリウス親族友人たちの間で、異邦人でありながら聖霊がこの同じ自分たちと同じように下ったということについて、エルサレムに戻った時にですね、教会が、ちょっと穏やかな雰囲気ではありませんね、避難をしながらその弁明を求めるっていうんでしょうか、もう疑ってかかってますね、あなたたちはなぜそんなことをそこへ行ったのかぐらいでですね、もう初めからもう否定的な、
集会の中でいるような感じであります。ということは、人たちやユダヤ人、ユダヤにいる兄弟たちっていうのはユダヤ人キリスト者って言われる人ですね。ユダヤ人からクリスチャンになった人たちのことをこう言うわけですけども、この人たちにとってですね、異邦人にもこの聖霊が注がれたっていうこと、すなわちこの自分たちに与えられた救いと同じ恵みがその人たちにも及んだということ、これはある意味でも信じれないぐらい、へーっていうぐらいですね、本当にもう驚きでしかなかった。次のアンティオキアのこの報告の中でもですね、19節の最後の方にどこまで行ってもですね、ユダヤ人以外の誰にも御言葉を語らなかった、そう言われてますけども、これはとても自然なこととして書かれているわけであります。別に驚かれてはいない。彼らにとってそれはもう当然のことのようにこの見なされていることでした。ですからこのカイサリアでコルネリオスたちにですね、このペテロを通してなされた出来事っていうのが、皆さんこの何度も言いますけれども、人たちやユダヤ人、ユダヤにいる兄弟たちも聖霊に満たされています、ね、私たちと同じように聖霊に満たされているのですが、しかし今彼らはペテロを通してなされた技をこの非難しようとしているんですね。ということですね。ですからこの聖霊に満たされて、使徒言行録の1章の8節見るとですね、聖霊が下るとき力を受けるとイエス様はおっしゃいました。そしてエルサレム、ユダヤをはじめですね、サマリア、そして全地にあなた方は私の証人となるとおっしゃったのですが、おそらく弟子たちを含めて聞いた人たちは、その日に救われた3000人も含めてですね、どこまで行ってもそれはユダヤ人に対する宣教っていうこと、そして聞かれていたっていうことが、この改めてですね、ここからこう あの時のイエス様がおっしゃった言葉を弟子たちが聞いた、その理解はそういうことだったんではないかっていうことをこう思わせられるんですね。ね、それから後にペンテコステの聖霊を経験するわけです。2章にはそのことが報告されていましたけれども、それでもう驚くようにイエス様のことを語り出したわけですが、しかしそれはユダヤ人っていうこの民族を、でしょうかね、の限定付きの福音宣教ということでしかなかったということが言えるのではないかと思いますね。で、このペテロを非難した人たちの非難はこの2節にありますけども、3節ですかね、あなたは割礼を受けていない者たちのところへ行き一緒に食事をした、この洗礼 を受けるように言ったことでもないし、なぜあなたは言って説教をしたのかなんていう説教でもないしね、あなたは一緒に何日か、その後もですね滞在したようでありますから、
あなたはどうしてその彼らと食事をしたのかっていうことを問題にしてるんですね。その時に割礼を受けていない者たちのところへ行きということであります。この人たちにとって割礼を受けているかいないかということが、とても重要。この人々は割礼を受けているということが神様との関係で一番大事なことではないかって考えてるんですね。割礼ってもう皆さんご存知だろうと思いますけども、女性ではなく男性だけが受けるんですね、これはね。で、それに対してペテロは、そこでっていう4節ですね、直接そのことに触れないで、ペテロはことの次第を順序正しく説明し始めたっていうね。結果的には皆さん、それをことを通して18節にありますように、この言葉を聞いて人々は静まり、それでは神は異邦人をも悔い改めさせ命を与えてくださったのだと言って神を賛美したになるんですね。で、じゃあその5節からどうぞもう一遍目を通してみてください。そこにあるのはまずペテロの経験したことですね。ペテロがこの5節から10節まで自分の経験したことを語っています。すなわちそれは何かというと、神様がまず私自身の考えをお変えになったっていうことを言ってるんですね。私も今それまでは、ね、そんな考えはなかったのですが、それは神様が私に対して、神様っていうよりもね、聖霊って言った方がいいかもしれませんね、聖霊が私を変えられたっていうことですね。汚れたものがこの吊り下ろされて降りてきました。ペテロよ、身を起こしてこれをほふって食べなさいとおっしゃった、7節にありますね。彼は抵抗してですね、主よ、とんでもないことですってこう跳ね返していきます。すると神が清めたものを清くないなどとあなたは言ってはならない、あなたは神様である私に対して反抗している、抵抗しているってことを気づきなさいと言われてるんですね。彼は自分が正しい、もう罪を犯してない、私は正しいものですということを主張しようとして神様に向かって反抗しているということを気づかせられるんですね。ユダヤ人、ペテロもそうです、他のユダヤ人たちもみんなこの通りだったんです。ペテロだけじゃありませんって、全員がこのようにもう自分は清く生きている、清く保たれている、そしてこの律法に従って私たちは生きているっていうことがユダヤ人のもう本当に誇りというんでしょうか、異邦人のように汚れたものではないということですよね。皆さん、こういうことが3度もあったということを、1回2回3回もあった、同じやり取りが3回もあった、だからペテロはどこまでもこの抵抗をしているんです。何度言われても同じですっていうぐらいにですね、彼は
頑固さを通しているんですね。この10章で起こったことがもう一遍この11章でなんかくどいようにですね言われてるんですね。もうお分かりのようにね、3度も言われて、徹底的に3回言ったらもう本当に彼の堅くなさも大したもんですけども、神様もめげることなくですね、このペテロに向かってこのその誤りを正そうとされている。それがそのことがあったその直後にですね、11節、その時カイザリアから私のところに差し向けられた3人の人が私たちの家に到着しましたっていうですね、いいタイミングですね。その時、ね、そして聖霊が私に向かってですね、ためらわないで一緒に行きなさいと言われました。まあ、ここで言ってる行きなさいという時はもうあの彼らのところ行きなさいだけじゃなくて、もうカイサリアに行きなさいという意味を含んでいますね。ヤッホアにいた6人の兄弟たちも一緒にですねペテロと従って行ったということになっていますね。カイサリアに着きますと13節から今度コルネリウスの証言がそこに載せられています。彼は自分の家に天使が立っているのを見たこと、またその天使がこう告げたことを話してくる。ヤッファに人を送ってペトロと呼ばれるシモンを招きなさい。あなたと家族のものを全てを救う言葉をあなたに話してくれる。私の前に神様聖霊は先にこのコルネリウスにですね働いておられる。コルネリウスがどういう人であるかということはちょっと省かれてますけど、しかしこの方が神様の御心にかなう存在であったということ、多分ね、さっきもあの子供のあのお話、ラザロのお話を聞いてて、皆さんね、イエス様が交渉外の中で最後にね復活の命を与える方が、イエス様ご自身が復活であることを表されること、それがあのラザロの復活ですよ。このイエス様の交生涯は神様が共におられた生涯ということを言うことができます ね。ですからこのねラザロの復活は、あのラザロがね多くの人の中から神様の目にかなってたものであったと言ってもいいかもしれませんね。病弱でね亡くなろうとしてるんだけど、しかしこのラザロのまさに祈りが主のもとに届いたっていうんでしょうか。神様はその祈りに応えてラザロに命を受ける体験をさせなさったっていうんでしょうか。ああ本当にね復活の命があるっていうことをこのラザロ自身にも、そしてラザロの周りにいる人々にもですね改めて証言なさった。それが神様がラザロをそのためにお持ちなさったということが言えると思いますね。ようにここでもこの元はコルネリウスの信仰とその施しでしょ、祈りと施しでしょ。申し上げたようにユダヤ人がチャランプランナーあの信仰を誇りとしてですね、私たちはユダヤ人だって誇っていたんだけど何も技は起こらない。そうではない、異邦人のコルネリウスが
この神様を恐れ、神様を愛し、人々を愛するこの生き方を通して神様がよしというふうにご覧くださったということです。皆さん、人前に人に施しをしたからといって、彼はそれは隠れた施しですよね。ですから誰にもわからない。そのことを彼は神様に向かって生きていたということが言えるのです。百人隊長でありながら皇帝に向かって生きたんではなくて、神様ご自身に対して彼は朝からこの生活を開始したということです。私たちもどうぞいつも目の前に主を見るっていうね、イエス様の後に従わせていただくっていうもので表せていただきたいと願いますよ ね。今聖霊はこのコルネリウス自身に働かれたのであるっていうことがこの13、14節で証言されているわけです。そういうふうにもう全く、あとはペテロがですね、イエス様のことをこの語り出すのがもうね条件ですよね。もう全部は整っている。神様の祝福はもう用意万端、今注がれようとしている。あとはこの人たちが心を開いているところにこの十字架の福音が注がれさえすればよかったんです。彼らはもうおっしゃってください、一つ残らず全部聞こうと思っていますという、その心に対してもう彼が福音、私が話し出すとであります。もう準備万端ですね。彼が一言二言言い始めたら、イエス様が私たちの罪のために苦しみを受けてくださり、三日目に神様がこのイエス様をよみがえらせてくださって、私たちの義を実現してくださいました。この恵みは神様誰でも信じる者に与えられる義としてくださったのです。もうそんなことですよね。世の中はみんな自分の技を誇ろうとしてますけども、誇る者は主を誇れ、イエス様の技を誇りなさい。イエス様が私をしっかり引き受けてくださって、あなたを愛して、本当にあなたを愛されてるんです。イエス様はそのイエス様の愛が見えなくって、あるいはもう消えかかってるか小さいかのようにして、他の人との関わりがボーンともう全部であるかのように思ってしまう。それは惜しいことです。どうぞ信仰が細ってしまわないように、もうちっちゃくなってしまわないようにね、もう本当にこのコルネリじゃないけど、もうイエス様の御言葉を聞くこと、しかもここでこのことがなぜこのように言われているかというとね、聖霊に満たされた人たちであろうとクリスチャンたちであろうと、この改めてね、証言、ペテロのこの証言がなければ、彼らはこのその誤解したまま、ね、むしろ怒ったまま、批判者として指導者であるペテロから、なんだあんなことやったんだっていうぐらい怒っているぐらいなものです。そうじゃない、それは賛美なのだ。本当は神様を賛美すべきなのです。だペテロじゃない、コルネリオじゃない、誰じゃない、神様を褒めたたえるべきなのです。ペテロの証言によってやっとこの言葉を聞いていた人々は静まって、それでは
神は異邦人をも悔い改めさせ命を与えてくださったのだ。神を賛美した。神様の目的は目に入ってないけども私たちのすぐそばにいる人たちに命を与えようとすることなのです。皆さん、私たちの目に入ってないんです。あなたのすぐそばにいる異邦人に、私たちが異邦人と思っている人々に神が私を責めてらっしゃるんではなかった、もう神様の前には私に対して無条件の許しが、神様はその無条件の許しを抱いて、そして無条件の愛を抱いて永遠の命を持って、もう誰にでも神様は今対してらっしゃるということです。それが皆さん聖霊に満たされているという人たちにも全然それは見えてなかったんです。これはものすごいことだと思いませんか、皆さん。さらにこの19節からのアンティオキア教会のこともそうです。散らされていった人たちが、この後からどうぞ地図をご覧ください。フェニキア、キプロス、アンティオキアまで、やがてこのアンティオキアはね、あの教会 の, 教あの中心になるんですね。エルサレムからアンティオキアに移りますね、教会はね、ぐらいですけども、そこでも19節の後半、ユダヤ人以外の誰にも御言葉を語らなかったって、ね、ユダヤ人は徹底してるんです。もう異邦人はもうこの救いの対象ではない。神様のこの恵み、永遠の命の対象ではないのです。ところが20節にこのキプロス島やキレネ島から来ていたクリスチャンたちがいたんですね。でアンティオキアへ行き、ギリシャ語を話す人々にも語りかけて、まあテストケースじゃないけどもね、してみたら、なんと主イエスについて福音を告げ知らせた主がこの人々を助けられたので、主の御手が彼らと共にあったのです。何気なく語ってみようとしたその人たちと神様、イエス様の御手が共にあったのです。ですから信じて主に立ち返った者の数は多かった、びっくりしたっていうことが起こったんですね。ここでもそうですけども、これまで何でも拝んでた人が、コルネリオスもそうなんです。それがイエス、ユダヤ人たちに分かんなかったんですね。何でも拝んできた人たちがただ一人の方を主としたということのこの驚きなんです。ここでも信じて主に立ち返った者の数は多かったっていうこと、イエス様が主であるっていうことを受け入れたのっていう、語ってる人の方が心配するぐらい、本当にあなた信じたのっていうぐらいですね。信じなさい、そしたら救われますって語ったら、信じますって言った。本当に分かったの。私もあの前に言ったでしょ、中国人の方がですね、あのイエス様を信じたら救われるんですって話をしたら、今日私はあなたの言うことを信じますって言うからダメダメ、一回で人のことを信じるのは危ないって言ったらですね、私もあのよく聞いて信じた方がいいですよってこう念を押したぐらいですけど、いや、あなた今本当のことを言ってくれたから私は信じますって言って、まあすごいびっくりしました、初めて。
皆さん、神様の御業は本当にね、何度も言いますが、聖霊に満たされたっていう人にも見えないんだからね。あのね、聖霊に満たされてって、あのもう私たちは少しも偉そうにはできないんです。本当にね、へりくだる以外ないです。主の御業を見落とさないように、このね、共に喜ぶために、共に賛美するためにね、本当にね、その証言を聞かなければ。だから皆さんね、私たちはどうするんですか。あなたも証言しないと、黙っていたら何にも伝わらない。この神様のご計画、イエス様による私たちのこの贖い、救いということを黙っていたら、あなたから誰にも伝わりません。50年経とうと誰にも伝わらないんです。この噂が、22節、この噂がエルサレム教会にも聞こえたので、教会はバルナバをアンティオキアに送った。本当かどうかっていうことをバルナバを通してですね、あの調査させようとしたんでしょうと思います。なぜエルサレムの方が遅れてんですからね、もうあの散らばった教会の方が進んでるんです。エルサレムは堅くなりどこまでもですね、ユダヤ人宣教に励んでるんですけども、もう宣教はどん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 進んでるんです。でバルナバを送りました。ところがバルナバはそこに到着すると、神の恵みが与えられた有様を見て喜び、そして固い決意を持って主から離れることのないようにと皆に勧めた。もう彼は何か心配するとかですね、忠告するとかっていう必要はなかった。むしろこの本当にキリストにあるっていう恵みです。もう主のものとされているということの恵みがそこに表されている様を見て喜んだんです。どうでしょう。もうね、主にあるものとして一つにされている、この喜びっていうんでしょうか。ユダヤ人もギリシャ人もね、異邦人もないっていうんでしょうか。皆が一つとなっている様、さらにバルナバがこのそこでいよいよですね、聖霊と信仰に満ちていた。もう彼が本当に御言葉が全部キリストを指し示しているということですね。信ずべき言葉、一つ一つが信ずべき言葉です。自分を自慢すべき言葉なんではなくて、本当に主に信頼する言葉として聞かれた。こうして多くの人が主へと導かれた。どん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 ですね、信仰が本当にこうあのはっきりさせられたっていうんでしょうか。さらに多くの人が主へと導かれていった。私たちにとって重要なのは、主は本当に生きておられるのです。今もイエス様は命、道、真理、命であります。イエス様が私はそうだとおっしゃったら、もう変わることがない。道、真理、命ですね。そして彼はサウロを探しにタルソに行くんですね。タルソスということは、サウロはどうしてたのかなと思いますね。あのタルソに戻ったという記録はあるんですけども、そこから、ね、全然知られていなかったのですが、探しに行かないといけないぐらい。そして26節、見つけ出してアンティオキアに連れて帰った。探し出して見つけられないと、そして連れて帰られないと、
あれからすごい働きをするサウロがどっかで密かにいたんですね。あんまり人に信用されないで、ね、危ない、みんな怪しんでですね、あんまり信用しなかったかもしれない。しかしその人をバルナバはですね、もう本当に必死に探しに行って見つけて、一緒にここでね、やろうって言ってね、励まして。バルナバの凄さはそこですよね。そして2人で力を合わせたから、ますます多くの人を教えることができたってこの26節に書いてますね。もう多くの人を主へと導いてですね、この信じる者の数は多かったとかですね、もうアンティオキア教会にこの本当に一瞬にしてリバイバルが起こったっていうんでしょうか。まあ本当に主の教会が誕生させられていったということがここに記されています。そしてこのそこでクリスチャンがですね、クリスチャンというかキリスト者がキリスト者と呼ばれたんですね。弟子たちがご存知のように、これはあの周りのこのあざける人たちの抽象の言葉ですよね。キリスト者っていうのはね、みんながね、あざけって言った言葉です。お前たちはキリスト者だって言ってね、クリスチャンだってこう言ったんですね。でずっと聞いてるうちに、しばらくして教会がですね、あれ俺たちクリスチャンか、いい言葉だなって言ってですね、自分で自分のことをクリスチャンって言うようになったんです。あのこの辺くるくる回ってるあの、ね、偽物もいますけども、あの大体偽物が有益にその言葉を使いますけど、あの私たちこそクリスチャンですね。クリスチャン、キリストのものです、ね、皆さん、これはもう一方的な神様の召し選びですよ。そして恵みでしょ。私たちはそんな予定はなかったし、計画はなかったし、私たちは時々道は逸れてしまうんですけども、神様の約束契約は変わらないんですね、はい、もう27節からのこの大飢饉が起こった時、今もいろんなことが起こります。もう昔からいろんな飢饉が起こったんですね。地震が起こり、戦争が起こりっていうことがあったんです。この後も教会は本当に迫害に遭いますが、そういう中で29節ですね、今度はこのアンティオキア教会の方がエルサレム教会、ね、エルサレムにあるその教会を支える教会となっていく、その実行をバルナバとサウルに託して彼らが届けていくっていうね。どうぞ、あの聖霊はね、ずっと働き続けておられる。聖霊の技がもう世界中で進んでいると言っていいと思います。ここでも聖霊の御業によって私たちがここに一つにならせられている。聖霊の働きはまだ続きます。ますます続きます。どうぞ私たちがまさに固定観念ではなくてですね、もう主の恵みがそこに表されているというこの目をどうぞあの本当にしっかり持つべきですね。ここに主がおられる、この主の前に今私たちが立っているっていうことをどうぞね、本当にあの忘れないように進ませていただきたいと思いますね。どうぞあの皆さんの口からですね、この聞いたこと、見たこと、そしてこのあなたを通して神様が何かをさせてくださったこと、この証言が実はとても大事なんだということですね。
お祈りいたします。そこでペテロは事の次第を順序正しく説明した。恵み深い神様、あなたの御業はとどまることがありませんで、考えられないような本当に働きを世界中で展開なさいます。この本当に固くなな日本においても、主よ、もう誰もあなたのことを求めようとしないように見える中にあっても、神様、あなたは私たちを用いて、この本当に命のこの手渡しを私たちに委ねようとしてらっしゃいます。神様、私たちが信じさせていただいたこと、私たちが信じて立っているところ、この揺るがない土台、そのことによってあなたは、私たちが不真実でも常にあなたは真実なお方として私たちを今日まで持ち運んでくださいました。これからもあなたは間違いなく私たちをあなたの御国に導いてくださる方であることを信じますけれども、どうぞ神様、どうぞ私たちを通してあなたのこの救いの御業が前進していきますように、私たちを用いてくださることをお願いをいたします。皆によって祈ります。アメン。